先生、数日前から膝の前が突然腫れてめちゃくちゃ痛いんです。動かすのも大変で。ひねったりとかぶつけたりとか膝に負担をかけたような覚えはありませんか？いえ、そういえば少し痛みの出る前日にたくさん歩きましたが。なるほど、わかりました。それでは診察させていただきますね。室外靭帯の付着部に、発赤と主張、そして結構熱持ってる感じですね。ひょっとして以前尿酸値が高いって言われたことありませんか？ええ、健康診断で尿酸が高いって言われたような。でも痛風って足の指になるんですよね。実は痛風は足の親指の付け根に発症することが多いですが、それ以外の部位、例えば膝や手の関節などにも発症することがあります。尿酸値が高い状態が続くと、関節などに血液に溶けきれなくなった尿酸が結晶となって溜まっていきます。これが運動などをきっかけにして関節の中に剥がれ落ちると痛風発作を引き起こすんです。そうなんですか。でもなぜ膝なんですか？痛風は尿酸結晶が関節に溜まることで炎症を引き起こします。尿酸は血流に乗って体内を巡るため、いろいろな関節に溜まっていくんです。特に関節の使用頻度が高い場所や以前から何らかの問題を抱えている関節は発症しやすいと言われています。なるほど、それで膝がこんなに痛いんですね。痛み取れますか？まずは痛風発作の治療から始めます。炎症を抑えるための薬を内服して膝を安静に保つようにしましょう。冷やすのも有効ですよ。炎症を抑えることが大切ですので、激しい運動やお風呂などで温めることや、飲酒も血流が激しくなり炎症を強くするのでしばらく避けてください。炎症が収まったら尿酸値を下げる治療を始めます。血液検査で尿酸値が8以上ある場合や痛風発作を繰り返す場合は、尿酸を下げる薬を内服することが推奨されています。了解しました。今後はちゃんと治療を受けようと思います。痛風発作を繰り返さないためにはどうしたらいいですか？尿酸値を適正な範囲に保つことが最も重要です。それには薬の服用だけでなく食生活の改善も必要です。バランスよく食事をとることが重要です。また過度な飲酒も避けるようにしましょう。運動して汗をかいた時などは水分をたくさんとって、尿酸を体外に排出しやすくすることが大切です。食生活も見直す必要があるんですね。まずその前に痛みが取れないと。そうですね、まずはしっかり炎症を抑えましょう。痛風は適切に管理すればコントロールできる病気です。何か不明な点があればいつでもご相談ください。